方、本日はご来場賜り誠にありがたき幸せにござります。開演に先立ちお願い申し上げたいことがござる。公演中休憩中も覆面の着用とソーシアルディスタンスのキープをお願い申し上げます。またスマートフォンやアラーム付き時計、エレキテルのスイッチはあらかじめお切りくださるようお願い申し上げる。なお本公演はお子たちも共に楽しめる音の宴でござるが、演奏中のお席の移動や大きい声にてのお話などはご遠慮願いたい。また赤子のご参加も嬉しく思っているのでござるが、泣き声など著しくなり申してしまう場合にはロビーにござるからくりモニターでお楽しみいただける仕掛けにてご利用願い申し上げ、補聴器をご利用のお客人は正しく装着させていただきますよう何とぞ御願い申し上げ立てまつりまする。では今しばらくお待ちあれ。
かし緊急時に連絡がつかないというのもいかがなものかと。辻右衛門、口外はせんか。お奉行、お奉行の秘密は数々あれば、この辻右衛門、一度も口外したことはございませんが、吉原の紫太夫、深川の御門、これ以上言うな、バカも。実はな、音曲の聞こえる祠を見つけたんだ。は？音曲の聞こえる祠。音曲の聞こえる祠？うん。いや、それ、狐か狸か、いや、もしくは、音量のまやかしではございませんか。ああ、いい。ついてこい。大なる調べに驚くぞ。いや、まだ役目が残ってございますから。ああ、うん。奉行。
水を得た魚のように意欲的に仕事に取り組んだことが分かるな。
猿となるものをご存知なんですか。もしやこの手紙はお奉行が紛れ込ませたのでは。ああいい、ついてこい。いや、私は音楽の聞こえを誇らないとは一度もないと。おい、お奉行、お待ちくだされ。Thank you.
組頭辻辻へ持ってどうだ。おう、しんか、うん、かなりできるぞ。うん、わあ、さあ、見てござるな。こんにちは。これは一体、お待ちしております。お待ちしております。どうだ、驚いたな。今がいつだか分かるか、辻への2022年だ。そしてこの者たちは音を奏でる者たちだ。音を奏でる者たち、234年後。お、計算が早いな。235年後だ。あの祠に入るとな、まだ見ぬ時代へも遥か昔へも行くことができる。それだけではないぞ、どこの国へも行くことができるんだ。お、どうした。めったなことは申したか、うん、今は外国との交流は禁止されておる。分かっておる。だから我らの時代の65年後には国は開くぞ。今日は音楽と詩のコラボをする。ああ、楽しみにしてまいったぞ。おう、辻井も、この前はな、拙者のこしらえた詩とコラボした。今日はこの者たちと共にこの時代の詩とコラボする。コラボ分からんのか、お前は。コラボというのは、コラボレーションの略で、詩と音曲を合わしめして味わう高尚な戯れのことです。音は旅をしていて、ふと映った瞬間の像が後になる。それが幸せの時だったのだと改めて振り返る。今この時がよくわからぬ不思議な瞬間、いや、これが幸せなのだと思い改めるこの今の時、ここに私がいる。この時が過去になって幸せだったと思うならば、今この時を感じねばならない。今の私に振り返る過去はもうなくて、この過ぎゆく時をじっと黙って見つめている。取り戻せぬ過去ならば、このまま来る時をただ待つだけ。お元気ですかと言ってみても何の返事も聞こえない。取り戻せぬ過去と知った時、誰にも負けずに優しく燃えた私を辛いけれど忘れよう。そして新たな私を見つけるためにそっと一人で旅に出る。人は秘め事がたくさんあっても知らん顔して過ぎていく。私なんかは水の流れの一つの泡とそうとはっきり知ったとき、もう一つの大きな世界が見える気がして嬉しくなった。この旅は寄り道ばかりかもしれない。でもこれでいい。旅路で拾う幸せがあれば、私が道端の一輪に思い馳せるように小さくあっても構わない。その中で本物を見つけたいと思っている。白い花は白く咲いていてほしい。私はそれを純白の花と呼ぶだろう。その時私は何を考えているんだろうか。この一輪がやがて一面の白花畑に染まるのをきっと想像しているだろう。いいな。おい、辻も。いや、読んでる。いや、結構です。楽しいぞ。音をよく聞いてな。リラックス。
ちの手そんなもん。硬い。もうちょっと。最初は小さく、やがて大きく膨らんで、それが長く続いてほしい。行く道に悲しいことや危ないことがいろいろあっても、幸せの叩き台かもしれないし、これまでの長旅は黒い夜道の提灯行脚で、目の前がほっと明るいだけだった。声が聞こえていながら、その上を知らぬ間に踏み潰してきたかもしれないし、追憶も開墾も諦めた。やっと、今やっと明け方に歩み始めたところだから、私のことごとく愛する人生、私のときめき話しかける人々に、目の前に映る自然の語らいに、喜びの声高らかに鳴り響けと歌っている。悲しくなる、なんてこともない。それから嬉しくなかったなんてこともない。その時はいつでも幸せ見つけてた。時減ればありがとうって言っていた。Thank you.
四半時じゃわからんな。四半時じゃ。15分。15分。15分休憩。川屋に。川屋わかるかな。トイレね。こっち来て、こっち行ったらございますから。もろもろお済ませくださいませ。15分。しばしまたれい。またれい。前半はお侍さんとか出てきちゃってちょっとびっくりしましたよね。私たちもびっくりしました。ね、本当ね。あれ一体何だったんですかね。まあ知ってたんですけどね。ですよね。はい、そうなんですけどね。はい。はい、どういうあれですか。祠が。何なんでしょうね、本当。もう一応なんかまあタイムマシーンみたいな設定なんですよね。はい、気を取り直しましてヘンデルに行きたいと思います。ヘンデル、ハープ、ここに本当にゴージャスな楽器が今日は来ていますけれども、もともとハープ縦ごとは木をこう曲げたところに線をくっつけてそれをかき鳴らして歌を歌ったりするみたいな素朴な楽器でした。で、世界中で本当に昔から使われてきた楽器だったんですけれども、1720年ぐらい、さっきのお奉行さんが生まれたぐらいですね、にウィーンの宮廷に持ち込まれたのが7つペダルのあるすごく綺麗な今のグランドハープの元になったと言われている楽器が入ってきて、そこからグランドハープになってきたようです。で、ヘンデルという作曲家はバロック時代の作曲家なんですけれども、バッハさんとスカルラッティさん両方クッキーにされてしまってますけど、キーバッハさんとスカルラッティさんとヘンデルさんは同じ年の生まれです、ね、そうなんですよね、不思議ですね。ということで今日のハープ月間かなさんをお呼びしたいと思います。
少年施設は天正19年1591年、9年間の長い旅から帰国した。1587年に豊臣秀吉公が馬天追放令を発布していたため、彼らはインド複王施設の一員として日本に戻り、聚楽大で秀吉と謁見し、そこで西洋楽器による演奏を披露したといわれる。4人の少年が持ち帰ったその楽器はある。ああ、今で言うハープかな。クラブ。鍵盤楽器。ラウ。リュート。レベル。ビオーラ。優しい音色に魅了された秀吉はアンコールを所望し、演奏を3回も楽しんだとのこと。ああ、そうや。今は2022年ですね。されば、日本に初めて西洋楽器が来たのは431年も前のこと。計算が早いな。いや、そうだ。ライトに書いてくれ。431年。431年。すごいな。にしても辻屋も。あんこ糸が張ってこだろうな。糸じゃない、元でございます。な、これ手が迷子になったりしない。手がじゃあ、あ、なんか答えた。ハープは手が迷子にならないように目印に弦に色が塗ってあります。よく見ていただくと赤い弦と黒い弦があるかと思うんですが、この赤い弦がドレミファソのドの音です。そして、黒い弦が真ん中のファの音になっています。この2色を目印にして演奏しております。彼女に釘付けでございます。質問一つしてよろしいですか。はい。その綺麗なドレスは家でも着ておられる。いえ、家では洋服を着ております。ジャージをね。ジャージを着るかも。今、あ、家でこういう楽器があるの。はい、家にもあります。すごいね、お嬢さんが。ええとこの人が本当に素晴らしかった。しかし、見れば見るほど見事な楽器の方も。ありがとうございます。もう目がチカチカしますな、これ。これ、お持ち帰りになりますか。え、持って帰っていい。今日の記念に。村に台車があった。台車があった。たいですけど大丈夫ですか、江戸時代まで。あ、もう勉強しよう。な、この子喜ぶぞこれ。行くぞ。俺はちょっとね、ゆっくりやらないと。ゆっくりやらないと。はい。行くぞ。はい。よいしょ。よし、来た。グループソニックか。気をつけろ。楽しいコンサートへお越しくださいました。ありがとうございます。
今お侍さんたちが、生まれ変わっておりますので、今度生まれ変わった時にはもしかすると外国の方になってるかもしれないので、ちょっと お楽しみにしてください。で、今その生まれ変わるための時間を稼ぐために僕はおしゃべりをしてます。月間さん、ハープの月間さんが一曲弾いて帰っちゃいましたけど、もしかするともう一回出てきてもらえるかもしれませんので、お楽しみにしといてください。で、なんでこんなポコッと一曲弾いたのか謎なんですけどね、実はこのピアノの山本美希子のが趣味でハープをやってまして、それの先生なんですね、月間さんっていうのが先生で、月に2回レッスン受けに行ってるんですけど、だいぶこう不甲斐ないようで、不甲斐ないなってへこんでる時に、先生に向かって、だったらなんだか弾いてみろって言ったとか言わないとかだそうです。はい、そうらしいです。はい、そんなことで実現した楽しい企画です。まだですね、チェロの川上くんというのは僕の大学の一つ上の先輩でして、で、昔からとてもこうおおらかな人で、頼りにしておりまして、で、僕が一回その、例えばバッハだとかモーツァルトだとかそういう人たちが当時はどんな風に考えてたんだろう、どんなに弾く風に弾いてほしかったんだろうとかっていう風にもう頭でっかちになってこう文献とかを読み漁ったりしてね、してでも文献によってもいろんな文献があって違う文献同士で矛盾してたりして、で、すごい行き詰まってる時に彼が一言、もう演奏するときはその演奏家のものだと思うし自由に弾いたらいいんじゃないって、あ、そうかってその時に僕は目から鱗がポロッと取れまして、それから僕は自由に弾くようになりました彼のおかげです。で、まだですね、俳優、あ、準備できたようですするほど心を病んでしまいました。そんな中でも肝心な音楽の部分で語り合える大事な友カルル・ダビド、彼が50歳の若さでこの世を去ってから、その喪失感と悲しみは深く、そしてまた私自身も公私ともに追い詰められた日々でした。しかし今も心の中にくっきりと残る光り輝く大切な思い出は
永遠に色褪せることはないのだ。セレディアチュラ・ブラガダリ、カルル、心より感謝しているよ。
一番弟子です。今日は珍しく先生がお出ましになったので私もついつい出てきてしまいました。ここだけの話なんですけどね、先生は普通じゃないんですよ。気まぐれで偏屈で権威には逆らうし、女好きだし、まあ、よく言えば自由、はっきり言えば自分勝手な人でした。博打も大好きで奥様とはいつも喧嘩ばかりして、まあ平穏な生活とはほど遠かったですね。しかし先生はモスクワ音楽院の生徒たちから大変人気がありました。なぜなら先生は直感的なひらめきによって生徒の間違いを瞬時に見抜き、正しい方向へと導く天才的な教育者であり、生まれついての芸術家だったからです。Thank you.
月先生のすごいところは足取り重いあのリズムを光の中へつなげたことです。アレンスキー先生、
大な芸術家が天国に召された。ピョートル・チャイコフスキー。こうして一人ずつこの世を去っていく。名誉は天に召され、私がこの世を去るまでの束の間の辛さがあまりにも耐え難い。耐え忍べば光に満ちた至福が与えられるというのか。私の心の中にすかばく思いを言葉にするには足りず、振る舞いに出せば持て余すでしょう。すべてはこの思いを音にするしかないのに。ブリックラスさん、よく買った素晴らしい音楽家よ。君たちのことは忘れない。
ありがとうございます。今日はお足元も悪い中ね、来てくださって本当にありがとうございました。あの素晴らしい演奏者とあの役者さんたちと一緒に皆様に楽しんでいただけたらいいなと思って一生懸命作った舞台だったんですけれども、本当に今日はありがとうございました。オリンスキーさん、はい、あのさっきのお侍さんたちはお知り合いですか？いや知らない。知らないですか？あのもう一回ハープ使いたいなって思うんですけど。さっきそこに台車置いてありましたよ。本当ですか？お使い立てしてよろしいですか？前世の記憶はないんですね。前世の記憶はないんですね、きっとね。きっと顔そっくりだった。
ごめんなさい。今日の詩を書いてくださった小島先生のご紹介したかったんですけど、小島先生です。ありがとうございました。あの詩は船長日記っていう、船長日記っていう感じで船長日記っていうんですけれども、もうこれぐらい電話帳って今ないですかね、昔の電話帳より分厚い作品、写真と詩がたくさん載っている素敵な詩集があります。アマゾンとかでも手に入るんですけれども、一つ一つ本当に心にしみる詩がたくさん載っているので、先生のお名前とか船長日記とかでちょっと検索されてみてください。今日はありがとうございました。